おはようございます。おはようございます。すいません、ちょっと伝え忘れてたんですけど、今日お願いします。なんかちょっと予想って。ちょっと私服の抜き打ちチェックをお願いできればと。出たー。はい、お願いします。はい。じゃあ抜き打ちの私服のコーディネートチェック、はい、お願いします。お願いします。はい。じゃあまず今日はどんな感じの。今日はちょっと色うん、確かにダウンが黒なので、うん、ちょっとパンツとオレンジちょっと全然違う感じの色なんですけど、2つ差し色を入れました。はい、はい、脱いだらどんな感じなんですか。こんな感じです。おお、はい、ごつい ごつい感じなんですけど、うん、このダウンがタトラス、うん、これめっちゃ良くて、はい、超軽いんですけど、うん、暖かくて、あと締めた時に、うん、このラインが綺麗で、すっごい細く見えるんですよ。だからすごい愛用してます。はい、このバッグはちょこっとした時だったりとか、うん、普通にお出かけの時も使えるし、うんうん、この色がなかなかなかったので、うんうんうん、もうこれに決めました。お気に入りの。お気に入りです、うん、かわいい。ちなみに中に何が入ってますか。中に財布と、うん、財布は耳なんですけど、はい、うん、財布とか定期とか、うん、あとリップとか、今日はちょっと荷物少なめで、うん、あと充電ケーブルも入ってます、はい、そんな感じです。はい、ちなみにそのトップスやら、あ、じゃあ最初、はい、最初バケハはエルデゼっていう、私、あれ次もうすぐ発売されるんですけど、うん、ゾゾさんとコラボして作っているブランドのバケハです。ちょっと最近ね、うん、そのサンプルしていただいたので、うんうんうん、ちょっと愛用してます。あとこれめっちゃ良くてリバーシブルなんですよ。だからこの色でかぶれるので、うんうんうん、好きなようにぜひ。あとは、うん、パンツは、うん、あのツーピンクです。お、そう、ツーピンク大好きな、はい、なんかツーピンクって見た時すっごいびっくりして、はい、この色味もそうだし、パンツが綺麗すぎて、うん、プチプラには見えなくて、確かに、もうあと3個ぐらいストックしたいぐらい。シルエットもめちゃくちゃ綺麗ですね。綺麗なんですよ。あとベルトもついてます、うん、あ、ついてるんだ。でも全然2000円以下ですし、あと2色ぐらいあったかな、赤と緑、うん、で私は青すごい好きなので、うん、青に決めました。めっちゃ可愛い。これで2000円なんですね。そうなんですよ。安い。2000円以下で、うん、で靴が前も同じだったかも、うんうん、トゥーマです。またも、うん、この厚底感だったりとか、うん、履きやすすぎて、うん、今日朝雪予報だったんでちょっとブーツにしました。はい、アクセいこうかな、うん、これがリビアラグアジェムです。超好き。あとこのトップスもラグアジェムです。超タイプのブランドなんでお世話になってます。あとはインナーがユニクロで、うん、このネックチェーンがルイエンです。うんうんうん、すごいおしゃれな格好で現場に来ていただいて、恥ずかしい。なんか次は教えてください、ね。すいませんでした。教えてくださいね。はい、またぜひよろしくお願いします。じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。楽しみです。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。今日ちょっと私服を撮らせていただければと思います。よろしくお願いします。今撮影終わりました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日楽しかった。じゃあ今日はどんなテーマの方でか。テーマじゃなくて、テーマっていうか、でも現場にいるときはやっぱり楽な服が多いですね、うん、基本的に、うん、これもやっぱ楽でダボっとしてるし、うん、このパンツもやっぱなんだろう、楽ちん、とにかく動ける服が多いかもしれないです。移動が多かったりするので、うん、なんか動きやすい服メインにしたり、やっぱ友達と遊ぶときはもうちょっとなんかこうピタッとしたもの着ることが多いんですけど、現場のときはこうギルッとしたもの。ちょっと全身プラしてください。はい。はい。ありがとうございます。ちなみにその
ピンクのカーディガンはどちらですか？これはミーミーヴィンテージさんっていうところのカーディガンです。うんうん、撮影で1回着て、あ、エメアンさんのスタイリングの時に1回着て、もうそれが超可愛くて、で自分もこの色が欲しいってなって購入しました。うん、ちなみにそのパンツはどちらですか？このパンツはスパイラルガールで、うん、いつだったっけ、10月ぐらいにスパイラルガールさんの SS の撮影をした時にこれ履いて、もうシルエットがめちゃくちゃ可愛くて、うん、めっちゃ足長に見えます。そう、足長に見えるし、なんか本当だったらここら辺で、うん、なんか縛ってまた着る着方もできるので、なんかそういう機能性も高くて、だけどスタイルもよく見えるから、すごいたくさん使ってます。うん、あと他におすすめのポイントとかありますか？ポイント、これエブリスの服なんですけど、うん、表真正面は何も柄とかついてないんですけど、うん、脱ぐと何か後ろの方にそうちゃんとなってるから、はい、ちゃんと柄がいっぱい入ってるので、普通にじゃ暑くなりました、うん、でカーディガンとか脱いでもなんか、なんていうの、後ろにありますよ。そう、前の方だったら、うん、そのなんかカーディガンとかとなんか喧嘩しちゃったりするんですけど、それがないので、うん、やっぱ後ろバックポイントがやっぱすごく使いやすいなって思います。はい、ありがとうございます。はい、あとアクセサリーとか、あとアクセは、うん、首、これか、これ何つけてるっけ、ビビアンか、ビビアンのやつはもう妹となんか可愛いアクセサリーをずっと見てて、何が可愛いかねって見てたら、やっぱ絶対これだよねってなって、そう、アクセサリー買うときとかはよく妹と相談します。例えば高いものを買っても2人着れるって考えたら、なんか安いなって思っちゃうんですよ。そう、1人じゃなくて、うん、2人で着れるんだったらなんか安いかなみたいな、そういう感じです。はい、あとベルトはセリーヌで、これもその妹となんかベルトが欲しい、これも妹ってわけじゃないんですけど、なんかベルトが欲しくて、うん、でもずっと長く使えて自分の孫の代も使えてるような、確かに、なんかそういうなんか革製品とかいいものを使いたいので、うん、っていう感じ。なるほど。でこのデザインが可愛かったので、うん、セリーヌにしました。はい、うん、これとかはもうほんとヴィンテージショップ、なんか、うん、渋谷のシュシュジョジョっていうお店が私好きで、なんかパリとかヨーロッパの方からインポートしてるヴィンテージのアクセサリーがいっぱいあって、それがすごい可愛いですよ。でなんかこれもメッキとかだから、メッキ14とかなので、そのずっとつけてても大丈夫なので、そういうものにちょっとちゃんとしようかなって。大学もうすぐ4年なので、もうすぐ大学もどんどん大人になってます。そうなんですよ、いつの間にか大学1年じゃないんですよ、私も。もう高校生じゃないので、ちょっと大人か計画はしてます、着実に。なるほど。靴はカランテン、でこれも撮影で使って、うん、枝の撮影をして、これも可愛かったので、うん、なんかポイントになってるのが可愛くて買いました。あとヒールも結構高さあるんですけど、すごく歩きやすくて、うん、ポイントです。なんか基本的に現場にいるときは動きやすい服って感じかもしれないです。うん、なるほど。ではありがとうございました。ありがとうございました。今日もお疲れ様でした。またお願いします。またお願いします。おはよう。おはようございます。おはようございます。何ですか？動画回してます。すいません、はい、抜き打ちで私服を撮らせていただきます。はい、気に入ってないなぁ。ちょっと NG のお願いします。はい、撮らせていただきます。はい、大丈夫だよ、可愛いんだから。いいですか？でちょっとラフっていうか、まあ撮影だからさ、うん、はいはい、決めてないね。ちょっとラフな感じにしてきてるかも今日。うん、じゃいいよ。じゃあ全身ダーンダーン。今日はデニムですね。デニムです。いいじゃん。やっぱり春夏いっぱいデニム履きたいなって思っております、うん、はい、このボーダーです。はい、やっぱみんな好きよね。うん、このボーダーはどこのですか？これはザラですね。お、ザラで買ったの？最近だからまだまだ皆さん買えると思います。あ、かわいい。今年買ったんだ。うん、もう一昨日ぐらいに届いた。あ、そうなんだ。じゃああるね。あるある。で、バッグが、うん、バックセリーヌを持ってます。今日は黒でちょっと締めてみました。これかわいいよね。うん、これは多分ビビファンの皆さんも好きな感じなはず。なんか程よい小ささ。うん、
結構何でも入りそうだね。何でも入る、ね、あと私の今日の気に入りポイントここもあるよね、はい、おデニムちょっと空いてるの。あらセクシーじゃん。セクシーよね。どうこの感じ。いいじゃん。ちょっと全身撮らせていただきますね。正面じゃなくて横で撮るよ。いいじゃん。あれこのデニムどこのなんだっけ。これねシールグリーンのデニムで、はいはいはい、ぴったりなの私の体に。何にも直してない。本当だ。あ、そうなんだ、うん、え、足の長さも何もかも詰めてもないじゃん、うん、ほら抜き打ちだからこういう感じになります。そうだよね。ほらごめんちょっと撮影通る大丈夫。ロケバスさんでした。人気ロケバスさんが今そう、ね、そうなの。かわいいよね。何も切らずに。何も切らずそのまま。しかもいろんなとこが切れてるんだ。こうやってそうなのよ。ダメージがちゃんと入ってて。かわいいです。やっぱそろそろもう足を出していこうかなって感じで。はいはいはい。抜け感白を使ってみました。かわいいですね。好きなので。そう、しかも今年さこういうちょっと華奢な感じのサンダルとかミュール、うんうんうん、春やっぱ入りそうみたいね。ねえ、うん、やっぱ一足は白を持っておくと抜け感で使えるかなって思いますよ、うんうん、はい。あともう一個ポイントっていい、うん、見てこのピンク。キラキラネイルがキラキラしてる。ダメなの。足の爪キラキラさせたくなっちゃって久しぶりに。最近さピンクを取り入れるのが好きって言ってたもんね。そうなの。ワンポイントでちょっとピンク系のネイルにしたりとか、はい、程よく出してますわ、はい、ちなみにさっきのアウターはどこのでした。アウターもね今日シールグリーンで合わせてきて。あ、そうなのね。そう、ちょっとこの色もさクリームっぽい感じのクリームベージュみたいな、うんうん。でさ、またさ、こういうのがあって、あったかいの。ライナーがついてんだね。そうそうそう。取り外し可能なんだ、しかも。そうそうそう。へー。使えそうだね、すごい。で、このちょっと大きい感じがさ、うんうん。軽くない？あ、バサッと羽織れる系のやつね。バサッと羽織る系。高見えよね。そうね。確かに。すいませんでした、急に。いいですよ。何も言わずに撮らせていただきました。はい。参考になれば。ありがとうございます。はい。じゃあ撮影頑張ってください。行ってきます。